はい、ハンマー家の本家の半馬洋先生です。2番ですね。そんなことでね、父の、妹2人ともそうなんだけども、旦那さんに生命保険入れるんだけど、生命保険入れると今度自然に悪気ないんだけど殺したくなるわけですよね。だからそうすると今度食事なんかを用意とかね、新潟市の所長やってたわけですけど、あと日本航空の幹事取締役やってたわけですね。幹事ですかね、やってたわけですよね。保険入れて、生命保険入れたら、もう本当に食事でも、そのいい加減な、わざと殺すようなことを考えてはいないんだろうけども、生きていけないような、もう手を抜くわけですよ。で、何度も手を抜くようになるから死んじゃおうということで、それで生命保険もらったりとかね。で、集まるとすると生命保険でこれ、儲かる儲かるっていう話ばっかりし頭でしてきまきたりとかしてね、これ保険詐欺じゃないかっていう、全然悪気はなくてそういうことを話すんですね。まあ口では言わないんだけどね、頭でそういうことばっかし、集まるとそういう頭がね、回るんで、全然悪気はないんだけども、そう動くんですね。で、親父は奴隷がいたんで、女中がいたんで、住み込みのね、こく使って、なんか、折檻なんかして殺したみたいなんですね。そういう昔にあるんですね。昔の田舎の家の2階にね、住み込みというか、女中というか、奴隷みたいなもんですね。住み込みでいたもんだから。それはなんか、折檻でもして殺しちゃったみたいな感じになるんですね、親父がね。そういうのもあったり、悪気はないんだろうけども、あと、それから、使用人中じゃなくて、仕事をね、学士なんかも、なんか言ったけども、父も経営知らないから、全部やらせるわけですよ。権限でね。で、こき使ってんで、がんにしちゃったりとかね。まあ、あと、私の方の、お手伝いさん専用のね、本家ですからね、まだ2人いるわけですよね。私専用の使用人がみたいなもんですね、ばあさん使用人がいたわけですけども、それもね、こき使って殺しちゃってるし、父がね。正常人のところ、ジョージが住んでたところに、こき住宅街に以前はいたのね。あそこにいたんですけど、移ってからね、移ったというか、また移りましたけどね。あと、父はね、自分の子供を売ったりとかね、ちょっと可愛いといいんで、例えばキヤノンの社長のね、知り合いがいた、キヤノンさんの社長と知り合いがあったからとかね、言うんで、ハワイ旅行とかいろいろ行ったりとか、売ったりするんですよ、父が。自分の子供を。で、お金になるからいいだろうって言ってことでね、ちょっと可愛く生まれたからいいっていうことでね、片方はそうだけど、売って旅行に行かせたりとかしてね、もう喜んで、で、いろんなものを送ってくるんですよ。1ドル銀貨とかね、カメラとかね、いろいろ、当然売るんだから、自分の子供を売るんですからね。まあそんなことしたりとかね、父全然、めちゃめちゃで、全然悪気はないのね、全然ね。だからそんなことしたりとかね、うちは本家の閣僚やってたじいさんはしっかりしてたんだけど、死んじゃうと、億万長者が死んじゃうと、ね、もうめちゃめちゃですよ、家は。ということで、やっと片付いたということで、私一人になったんで、じいさん、本家の王様じいさん、まあ、東大卒ですね、父が今度次の王様になって、本家の王様になって、私に変わったんだけど、やっと落ち着いたということですね。もう大変でしたね。ということで、
やっぱ億万長者から育ちとかいると話すのにもう本当に大変でした。ということでね、もう本当に大変ですよね。まあそんなことですね。どうもありがとうございました。